なんかそうだよ、俺プレゼント持ってきたんだって。なんで今持ってくるんだ。あ、俺も持ってきたんだよ。下にあるんですか。コートのポケットに。はい。プレゼント。今日のはまた特大だよね。強いですよ。ちょっとネットがないから。もしかしたら帽子になっちゃうかもしれないけど。ああ、見えて、すいません、ちょっといいですか。ちょっとかぶったばっかりの時は、皆さん笑われると思うんで。いいですか。はいはい、あ、入りましたね。三角になってるよね。いいっすね。もっと丸く、今もうちょっと今やってます。やってます。そんな丸くなってないアフロってどういうことって感じがするんですけど、これプレゼントです、僕の。はい、これ一回漫画でちゃんと自分の顔これにしてくださいね。すごい手入れが大変って感じがします。今はい、今日ですね、来てくださったクリエイターの他にも先生にメッセージが来てるんで、バリ荘厳が。バリ荘厳。そんなこと言うもんじゃない。じゃあ早速ね、はい、見てみましょう。皆さんこんにちは、水口哲也です。なんかこの度、柴田亜美先生がめでたく結婚されるという話を聞きまして、あ、違う？違うの？違う？あ、違う。あ、なんだっけ？あ、そうか、DVD の、なんかパッケージが出るという話を聞きまして、亜美の部屋、まあ、徹子の部屋をですね、しのぐような長寿コンテンツというか、デジタル版徹子の部屋になればいいなというふうに思ってますが、私はもう随分ご無沙汰してるので、元気ですか。今度たまには、お酒が怖いので、カラオケも怖いですし、今度もしよければ東京ゲームラウンジに遊びに、来てください。待ってます。どうも、名越です。お久しぶりです。柴田先生とはそうです、2年いやもっと前かにインターネットの接続が分かんないってことで、ご自宅の方に接続のお邪魔に行って以来のお付き合いで、そこからはそうですね、私もプライベートを含めていろいろ相談に、乗らせていただいたりして非常にお世話になっております。まあ、漫画の方にもたまに、まあ、私が本意かどうか別にして、出演させていただいておりますが、私も今後頑張っていきますので、また漫画のいいネタに、していただけるように努力してまいります。よろしく今後ともお願いいたします。柴田先生、ご無沙汰しております。バーン。この間お約束したですね、ものはちょっとまだ、全然進んでないんですけれども、こっちの方が先にできちゃいましたんで、ちょっとご紹介なんかしてみようかなと思ってるんですけれども、いかがですかね。どうですか。ついにFF のコントローラーがこれで日の目を見るわけなんですけれども、まあなんというか、別にあちらの、企画をですね、ほぽらかしにしてあったわけではなくてですね、内容的に非常に難しいものもありまして、ちょっと今いろいろ検討しているところでございます。まあそんなところなんですが、まあもうすぐ30回ということで、お体に気をつけて、やっていただければなと思います。はい、というわけでちょっとぐったり気味だけど、もう本当に8時間にわたる撮影でした。亜美の部屋スペシャル編。いやー、ずっと喋ってたね。もうとっとと撤収、みんなもうやっちゃいましょう。これ一応締めのあれなんでね。いや、だってもう飲むなっつったのに最初からでしょ。すごい。これでシャンペンと日本酒とね、ロールパンね、ごめん、パンね、あと泡盛とね、ちゃんぽんしすぎ。ね。いやもうすごい豪華な、本当によくぞ来ていただきましたよ。もう続きましてはアーミンのお部屋、皆様のおかげで終わっちゃうのかい。終わっちゃう。まとめよう。もうこれでありがとうって感じ。それはじゃあちょっと一応考えよう。読者にも聞かないといけないし、そのひげの顔がここに浮かんでるようなこと言うなよみたいな。あっちで心配そうな顔して見てる担当のね小沢君もいるんで。でもまあおかげさまで一本にまとまりましたんで、ありがとうございます。本当クリエイターさんの皆さんと、それからもう見てくださってるユーザーさんの皆さん、ありがとうございました。まとめ。まとめしたね。もう飲み行こうか。行くか。よし、終わった。行こう。